じゃあ、狼少年の話をしますね。狼少年ってもちろん阿部金城ですよ。官僚が全部やってくれるので、金城は暇してました。みんなの気を引くために北朝鮮のミサイルで騒ぎを起こしてやれ。ミサイルが飛んでくるぞ、大変だぞ。ミサイルに当たると死ぬぞ、死んでしまうぞ。村人は恐れて北朝鮮に何をするんだと怒りました。面白くて、金城は北朝鮮に頼んでミサイル騒ぎを起こしました。毎週のようにミサイル騒ぎを起こしました。何回にもなるので、だんだんに村人は驚かなくなりました。金城は村人から全く見放されました。そして北朝鮮ミサイルはとんでもない混乱をもたらしました。ほらね。4月13日、北朝鮮がミサイルを飛ばしました。北海道に落ちたと J アラートで大騒ぎをしてしまいました。日本中が大騒ぎです。この北海道周辺に落下する可能性のあるものはレーダーから消失していました。おい、おい、おい、おい。そしてついに岸田首相が爪腹を切らされました。J アラートの役割ということを考えたならば、今回のこの判断は適切であったと政府としては考えています。そんなのいいわけだ。責任を取って辞職しろ。J アラートの役割ということを考えたならば、今回のこの判断は適切であったと政府としては考えています。金城が勝手に起こしたデタラメ、こんなものまで岸田が責任取らされるのか、嫌だ嫌だ。